あとは絆ですね。絆、今60ゲーム回してるんですけども、決定差のあるところの弱者1回も出てないです。もうやばいです。よし、次当たる、次当たるよ。まあ12分ですね。これがセイントセイヤです。あっつ、今喋ろうと思ってたら猛烈当たろうですわ。この327分の1強チェリーを引けるかっていう勝負で、今僕2000ゲームぐらい回してるんですけど、3回しか引いてなかったんですね。今4回目の強チェリー。ただ強チェリー引けば 3.4 分の1でセイントアタック以上になってくるんで、そこを引っかかればっていう話。で、まあ強めのゴールドセイントバトルでしたっけ、正式名称のは、発展前に同系との演出が4連続で来やすいっていうね。一番熱いのはこのセイントラッシュにもかかわらず通常時の演出が出るやつ。一応僕が把握してる激アツパターンはもう通常演出が激アツ。これの煽りは強いけど、あ、こっからも千日あるんで、これで1回負けてからの逆転パターンでの千日っていうのが僕が経験したことあるパターン。ああ、これ勝っちゃったらあれなんだ。50いけばラッキー。おおこれですよ、我々俺たちが聖夜を打つ理由はこれ。まあ、強チェ327分の1、チャンス目がまあ2つ種類があって合算しておおむね200分の1、この強烈薬を引きながら、あとはスイカで100、300乗せれるか、あ、リップレー、押しジュンベルで100、300乗せれるかっていう勝負。そのためにはこれぐらいのゲーム数持ってるとすごく意外と安心感あって引けちゃったりする、もう本当に普通に引けちゃったりするのが聖夜の美点、美しい点と書いて美点ですよね。ええ、いや、もう初めて弱者が重なった。ちょっと熱い、これは乗ったね。4分の1で300ゲーム。いや、サイズ、あー、くそー、 3% ね、追加の。あー、抜けたー、びっくりした、持ち物ないかと思った。はい、ちゃんね、お、このまーまーすぐに帰るからねはあんま出ないよ。この後 4.3 分の1刺さってるかどうか。お、白なり胸やつ、あっと来ました、フィニックスの一騎さんでございます。OK、
で、ここで発展しなきゃ熱い。熱い、4ゲーム連続。これ熱い。お、5ゲーム連続きた。これはちょっとゴールド、ゴールドいってほしいよね。よしよしよし。で、いくよ。この後。うわー、どうだ。うわー、氷河はじゃあ60ゲームで御の字。ここまで。もう一発ボタン。十分しょ。よし、赤文字からの前方宙返り。あー、まあまあ十分っすね。40ゲーム十分っす。で4万8000円なんで、あら2200枚ぐらい、投資が2200枚ちょっとですわ。46貸しなんだね、1000円46貸しなんで、とりあえずサマイス的なトントンは見えてますね。もうなので、あとどんだけ乗せられるかで、こっからどんだけ乗せられるかで、あのプラスがどれぐらいになっていくのかっていう戦いになってきてます。熱いなぁ。今ベル対応じゃないですか。この時点でも上乗せなんですよね。やり申した、4回目の強チェリー。熱い。今のシリューなんかはスイカ対応なのに全然 MB っていうところ。サンダーバーイバーグ。そろそろ戦いたいんだが、そろそろ戦いたいんだが、これはなんだろうな、まあ普通に左から押そう。強チェがいい。よし、これは強チェからはまだ早いんで、その前の煽りの部分ですね。よし、これワンチャンあるぞ、この逆転パターンは。よし、よし。さあ誰だ。来た。俺。ちょっとあいよりは俺に似てると思うんだよね。思わない。思わないね。すいませんでした。お前何首横バウブルブル吹っ飛んやんね。ほんま。いいんだよ、男は誰でも中二病なんだよ。こういう風になりたいなって思いながらみんな生活してんの。俺はアイオリアだとか言ってるぐらいが平和なの。行くよ。久しぶりのリオデジャネイロでね、いや一発クラッシュ効果的なんでね、クラッシュしていきましょう。じゃあアチ、アイオリア保証2回平均11連の158ゲーム平均。やっぱりゴールドセイントバトルの時はいかにこの必殺技を出すかっていうあれですよね。必殺技での上乗せっていうのはゲーム数が多いんで、
獅子の方向アイオリア、勝ち。さあここから継続抽選、危ない、頑張れ、まあ、一発ぐらい攻撃させておこうか。そしてあセクシーかっこいいぜ。聞くぜセクシー。おっとどうしましたか。そうだろうそうだろう、あれ弱っ。ダイナマイト、あそしてレアナビなし、デッドエンドシンフォニーからの、あれちょお前、うわーマジか、にあ、まあ、ほぼ平均ってことで9大点からの赤文字、さあどうだからの宙返り、サンキュー。おおシリュー、したら頑張って70ゲーム乗せようか。予算昇竜派ちょっとロザン昇竜派が下手だったね、完全に逆転 Yes I do からの、あらら30ですって。でも途中チャンス目を引いてるんでこの煽りは熱いよね。こっちが本番だね、さっきのは何も引いてなくてのあれだったけど。ああ頑張れー、十分。最高だよ最高、こんなんソロに決まってんじゃんね。疑似ボーナスやり申した。お、あ、へえ、へえ、知ってた。あ、知ってた。あ、やるね。後ろ俺初めてだよ。なるほどですね。
えぐえぐ、俺の瞬間初めて仕事した。これですごいのはさ、ゴールドセイントバトル1回しかしてないってことだよ。本当セイヤは可能性しかない、可能性しかないよ、さあ、意外とこれチャンス目の分だけだね。はい、ソンゲームの4156枚。三を奪う終焉のシンフォニー。ブロンズセイントにジェネラルの相手が務まるとも。あー、もう綺麗なやめ時だね。これこれはもうここで即やめです。はい、いう感じで見事真打ち聖夜の聖夜たるところをですねご覧入れることができました。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。控えめに言って僕が天才すぎましたね、はい、でもう一つ言うなれば控えめに行って聖夜っていう台はやっぱり神台であったというところでございます。道中行ったんですけれども前台リセットっていう条件下であれば既存の、まあ、5号機6号機全部ひっくるめて一番その期待できるよっていう機種は凱旋でありそして聖夜でありっていうところ結果的にあの台の設定っていうところは、まあ、マイナス2ぐらいですかね、まあ、1、まあ、あからさまにもうジャックチェリーがあんなに行方不明になったのはまあまあまあ打ってますけど初めての経験で、でまあゲーム数解除とかいろんなそのポイント抽選とかっていうところの部分も全然優遇されてませんでしたし単に天井はまりを2回繰り返して2回目の天井で不屈が解放されたセイントラッシュで、まあ、聖夜ならではのポテンシャルを発揮できたというそういう一番でございました。まさしく控えめに言ってですけどもね僕完全に天才でした。ありがとうございます。いう感じでね、今日ねサラリーマン番長2はおそらく前代4頃、うん、均等配分みたいな感じだったと思う。20台あって2時間ぐらい経ったところでねやっぱ20台中の 2,3 台が空き始めたんですけどだいたいそれってモード A を繰り返していったようでとにかく今6時なんですけど稼働率でいうと今空き台が3台しかない20台中ね。だからまあ狙いはもう抜群だった。でもっと言うと政宗が6台だか7台なんだけどあれ多分前代5なんですよ。めちゃめちゃ出てる。でその横のめご姫は知らん。でその横のゴーエモンももなんだしないけど未だにフル稼働なんで、まあ、前代4以上あったのかな。まあその分向かいにある番長する40台っていうところはすごい寂しい感じなんですけどもちょっと次回はねその辺をこう視野に入れながらとにかく次回両番引きたいですよね。ただまあ両番引けなくてもこういうことができるっていうところがやっぱ面白さだと思いますんで、はい、いう感じの真打ちでございまして、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。